こんにちは、小室哲哉です。今回スーパーガールズにですね、3年ぶりですかね、3年前に Be With You という曲を作ったんですが、3年ぶりに、今度はセレブレーションという曲を作らせていただきました。お客さんのみんなと大合唱して盛り上がるような、そういったイメージで作った、それとなんていうのかな、若い女性のフレッシュな感じ、元気な感じを表現したいなと思って作った、すごくためプランでためていた曲なので、ぜひ楽しんでほしいと思います。スーパーガールズメンバー11人オーディションで会ってから約3年になるんですが、今回のセレブレーションレコーディングでスタジオでこうちょこちょこ、いろいろ雑談とか、させてもらったんですけれども、びっくりですね。こんなおっさんっていうか、おじさんとですね、ちゃんと対等にみんな話、音楽の話ができるんですね。ちゃんとみんなそれぞれ個性があって、今回の曲はそのいろんな個性をまず一回またスーパーガールズってすごい力にするためのなんか曲でもあると思うので、なんかそういったものでまたそこからいろんな個性が出てくるみたいなことをすごく願っています。この曲、このセレブレーションがまあ代表になるわけですけれども、このミュージックリボンというのがありまして、音楽でつながろうという趣旨の、意味があります。今日1月5日を皮切りに全国いろんなところにスーパーガールズが行って、このミュージックリボンの輪を広げていくと思います。皆さんご協力よろしくお願いします。それでは小室哲哉でした。